そうか。そういう人が多いイメージやわ、経理って。その前者の上司みたいなタイプの人って、なんか、経理でなんか、すごい尊敬する人っていうので、そういうタイプの人が出てくると思ってなかったわ。ねえ、その人すごいね。経理にそういう人がいるといいね。私は初めは意外で、その笑顔の裏に何が隠されてるんだろうと思っていたんですけど、本当にただのいい人でした。ただのいい人やった。疑ってたんですけど。じゃあ、いい人に恵まれたよな。そうですね。で、こうね、だんだん経理も、まあ、3年やってくると、だんだん慣れて、ね、こう、油乗ってきた頃に、こう人事に移動しちゃうわけやね。それはね、こう、個人的にはどうだったですか、その移動は。移動って言われたとき、自分としてはどんな感じやったんですか？そうですね。初め嫌だったんですよね。この経理系をやりたかったので、なるほど。で、それがまあ人事で、で、そんなに私人と喋るのが得意じゃないので、人事ってもろ人と関わらないといけないほんまやな、人のことって書いて人事やもんな。ので、もう無理やと思ってたんです、初めは。思ってましたね。そうなんだね。じゃあ、もっと経理やっていただきたかったんやね。そうですね。ただ、だんだん後半になるにつれ、あんまりこう、経理のその、こう前後ですよね。何を根拠に数字を出すかみたいな、そこにそんなに面白みを感じれなくなってたなのるほどで、ね。っていう意味では、割と、人事にちょっと期待を している ところなるもほどありね。ましたね。で、来てみて、ね、その、どうやったの？で、見たら、まあ、今結構上流側というか結構人事でいわゆる表舞台に割といるので、割と楽しくはさせてもらってますね。なるほどね。なるほど、なるほど。どんな仕事してるんですか？めちゃくちゃいろいろしてます。だよね。いろいろやるよね。だって、いろんなこと全部やらなあかんもんね。そうですね。一番わかりやすいのでいくと、本当に採用とかもしてますし、でもうちょっと、こう、イメージしやすいのでいくと、従業員の方の、何ですかね。まあ、勤怠。多分、何時に出社して、何時に、みたいな、あると思うけど、なんか、それを、ちゃんと正しくなってるか、みたいなのとか、あとは、会社にやっぱり規則、就業規則だったりとか、何々、休業規定とか、あると思うんですけれども、まあそういうやつの改定を、まあしてますし、まあもろもろ、中途で入られる方とか、新卒で入られる方がいらっしゃるから、それの手続きの準備とか。そしたらあれな、その、なんか、給与とか福利厚生とか、その、なんか、労務とか、制度設計とか、なんか、細かく別に分かれてないの。まあ、分かれて主担当がいて、それの、こう、いろんな主担当の人から渡された何かをいろいろやってるって感じ。そうですね。そういうことやんな。そういうことやんな。言ってしまえば、給与も労務も採用も、規定も福利厚生も全部してるみそういうことやんな。たい。全部主担当がいて、その人らが全員、こう、なんていうか、便利に使う人やんな。だから、すごい、幅広くいろんなことをやってるんだな。そうですね。まあでも、そういう、なんか、飽きひんというか、いろんなことが分かって楽しかったりもするね。そうですね。何が一番楽しい？そんな中で、こう、面白い。
楽しいでいくと、まあ、採用は楽しいですね、意外と。そうやな。採用の何が楽しい？もともと、マーケティングとか、そういう人ってどういう、なんでしょう、心理に基づいて動くのかみたいな、そういうのを考えるのが好きだったので、で、採用って結構そこに近いそうやな。と思うんですよね。確で、かに。が、うん。大丈夫です ちょっとなんか小さい虫飛んできた。なので、まあ、じゃあどういうふうにしたらうちの会社知ってもらえるのか、どういう媒体で一番見てもらいやすいのかな、とか、そういうのとかだったり、じゃあ、なんでしょう、イベントを打ち出したら、学生から興味を持ってもらえるのか、どういったこう求められてるのかな、みたいな、とかを考えながらするのは、まあ、その一番、私がそもそも興味が持ってたところに割と近かったりはしたのかなとは意外と思います。そうやな。だからどういう媒体に出すのか、そこにどういう言葉、どういう文章を書くのかあ、とそかうな。です。何が響くのかなみ何が響くのか、ちょうどこの響いてほしい人に響く言葉は何なんだろうみたいなね。そうなんやね。じゃあ、ナビのなんか、そういうのとかもちょっと考えてとか言われたりするあ、そうですね。の？まだちょっとそこまでこうやってはいないんですけど、結構今だと個人宛にスカウトっていうんですか？と思うんですけど、そういう時に送るメッセージとかは、ちょっと理系の学生さんはこういうタイプの文章でいこうとかをちょっとこう変えたりとか、書いたりしてる。うちの会社の魅力の部分をより、こう、ものづくり系をメインにするのか、ちょっと、福利厚生のところを、こう、ボリューミーにするのか、みたいな、変えつつ、今ちょうど実験中です。なるほどね。なるほど、なるほど。そうか。